山田花子、山田花子、山田花子、1967年6月10日から1992年5月24日は、日本の漫画家。本名、高市由美。旧筆名は、浦町かもめ、山田祐子。実名は、漫画編集者の高市巻。自身のいじめ体験をベースに、人間関係における、抑圧、差別意識。 疎外感をテーマにしたギャグ漫画を描いて世の中の矛盾を問い続けたが中学2年生の時から患ずっていた人間不信が悪化。1992年3月には精神分裂病と診断される。2ヶ月半の入院生活を経て5月23日に退院。翌24日、夕国、団地11階から灯心自殺。24歳没。著作に 神の悪ふざけ、嘆きの天使、花裂ける孤独、魂の、あそこ、空っぽの世界、自殺直前日記がある。1967年6月、東京都千代田区山岳病院で、トローツキストの著述家、高市春明の長女として生まれる。よく眠るおとなしい赤ん坊だったという。三歳の時に、世田谷区共同から、南摩郡摩町、現、摩市、 和田のもぐさ団地に転居し、そこで21歳まで育つ。内気な子供で友達と遊ぶよりも一人で空想したり、絵を描いたり、図鑑や絵本を読むことを好んだ。絵本は特に、一人ぼっちの狼の子供が仲間を探して歩くが、どこにもいれず、やっぱり俺は狼だから、狼として生きていくさというストーリーの、やっぱり狼、佐々木牧著、福音館書店がお気に入りで表紙が。 ボロボロになるほど繰り返し読んでいた。また自分でも画用紙を束ねホチキスで閉じ、コリスを主人公にした絵本を何作も作っていた。1973年、多摩市立流が、ミネ小学校入学。小学生時代は、父親の影響で、赤塚藤夫梅津和夫小林義則、里中町子、新田達夫、ジョージ秋山、藤子藤夫日野秀氏、 水木しげるらの漫画に熱中。それらの漫画本に貸し出しカードを作り、漫画図書館と称して友人に貸し出していた。低学年時に好きだった遊びは、友人や妹のマキと楽器の演奏や、自作の劇や歌をカセットテープに録音することった。また、動物好きでペットをたくさん飼っていた。その様子は著作内でも見ることができる。1979年。 多摩市立和田中学校入学。中学2年生の時、いじめが原因で、リストカットを繰り返し、やがてガス自殺を図る。意識を失って倒れているところを家族に発見され、救急車で運ばれ、一命を取り留める。以来、人間不信になる。いじめは、高校時代も続き、山田花子としての少女作、神の悪ふざけのメインテーマとなった、もう一つの主要なテーマは、 彼女の恋愛経験から来る恋愛とは強いものが弱いものを捕獲して欲望の対象にするものである。1982年3月、仲良し、講談社の仲良し漫画スクールに、隣の花子さんを山田裕子名義で投稿、編集部から公表るも入選せず、引き続き、私の中学校生活物語、新、中学生日記。 花子先生などのギャグ作品を投稿するが、いずれも入選を逃す。中学3年生の秋、投稿7作目となる、明るい仲間、裏町かもめ名義が、校舎、仲良しギャグ漫画大賞佳作に入選。この入選作は、仲良しデラックス1983年1月号に掲載され、15歳で漫画家デビューを果たす。デビューと同時期に、 立川女子高等学校に進学するも、学校生活に馴染めず不登校になる。一方で、仲良しデラックス1983年4月号に、大散家のお子様方を、掲載、同志83年5月号からは、人間辛抱だの連載を開始する。この頃の漫画は、石井被災地長のギャグ漫画であったが、基本的に暗くひねくれた作風であり、編集部は、読者投稿コーナー。 仲良し、かもめのネクラ大賞係を設置、毎回紙面には、ネクラ大賞に選ばれた読者による恨み節が掲載されていた。連載は、ギャグ路線を維持するも、シュールでブラックな内容が多くなり、84年6月号をもって、連載終了。その後は、仲良しに作品を発表することはなく、山田花子として、再デビューするまで商業での新作は、途絶えることになる。 1984年頃、佐々木茉貴の漫画を読むため、ガロのバックナンバーを購入したのをきっかけに、エビスヨシカズ、丸尾末広、花輪和一、鴨カモザワ鈴木王子、山野はじめ、杉義春、石川二郎、右はパンなど青銀道発行の単行本を収集し始める。特に根本隆の漫画に系統。根本が主催していた。 幻の名盤解放同盟のイベントにもしばしば参加。また自分で購入できない根本の作品が載っているエロ本は父親に依頼して購入してもらうほどのめり込んでいた。この頃、根本に根本隆大先生様と書いて送ったファンレターがきっかけで林道の山の癒しを紹介されガロに投稿を始める。1984年2月に 山田裕子に改名すると同時に高校を中退。1984年4月に通信制高校の学校法人日本放送協会学園へ2年、途中で編入学。同時に、長谷川周平の絵本学校に通う。また、高杉団、伝説的自販希望、ジャム、ヘブン初代編集長の著書、メディアになりたい、ジック出版局を読んだことから編集にも興味を持ち、 編集デザインの勉強をするため大剣を取得し、1986年に日本デザイン専門学校グラフィックデザイン科に入学する。引き続き、ガロに投稿を続けるが入選できず、楽譚、週刊ヤングマガジンに投稿を始める。この頃より、江戸川乱歩、太宰治、筒井康隆、夢の旧作、新ー南吉、稲垣樽穂、フランツカフカ、 アルベール・カミューなどの小説を愛読。桑田二郎の、魂の目、形成出版を読んでからは、半夜心経に傾倒する。またインディーズの音楽にも、興味を持ち、筋肉症状体、空手バカボン、電気グルーブ、人間椅子、シネねシネね団、人生、宇頂天、玉、木魚、雅子さん、劇団健康、ケラ、ハルメンズ、油だこ、皮下臭など名むレコードの音楽に傾倒。 特に大月賢治の影響を受ける。筋肉少女体や、空手、バカボンの楽曲を作品タイトルに採用したり、自身の代表作である、神の悪ふざけの主人公に、大月珠美という名前をつけるなど大月のふんであったことが、作中からも伺える。他にも、戸川淳、あがた森を、原ます風、民妃、伊佐子、町田長蔵、遠藤道郎、ジョンウォーターズの影響を受ける。 自らもバンドを始めようとおうちにギターを習うが、指が細くて弦が抑えられず、ギターを諦めキーボードに転向。音楽雑誌でバンドのメンバーを募る。後にデモテープを自主制作レーベルの楽しい音楽に送り、主催の加藤良一から連絡を受ける。レコードデビューは実現しなかったが、一度だけ加藤の事務所に妹の牧と共に訪れ。 学校にもどこにも仲良しの友達がいなくて、妹の牧だけが自分にとってのかけがえのない親友であることなどを加藤に打ち明ける。後に、加藤は彼女の印象を明るくてくらいとっても感受性豊かな女の子だったと述べている。その後、音楽バンド、グラジオラスを牧と結成し、1986年から山田花子名義でライブハウスに数回出演する。 1987年7月に、個人誌、グラジオラスを発行。また同人誌、天国を、絵本学校の友人二人と制作する、山田は四編の漫画を寄稿。1987年8月、週刊ヤングマガジンの月刊新人漫画賞で、人手なしが、奨励賞に入選。専門学校卒業間際の同年10月に、山田花子としてのデビュー作。 神の悪ふざけを発表し、千葉哲也賞家作入選する。選評に、好き嫌いはともかく一度読むと強く印象に残る作品。決して美しいとは言えない女の子が主人公のくらい、ムードが漂う。この短編は、果たして作者の悪意なのか、優しさなのか今後の展開が楽しみとある。 1988年1月から翌89年2月まで、週刊ヤングマガジンで、神の悪ふざけを連載。一部で熱狂的なファンを生んだ一方、読者アンケートでワースト1位を記録する。連載終了後もコラム、山田花子のバッチリ行こうぜ、を1991年まで連載する。また、漫画、スカット。 ミノり処房で1988年8月号から1990年6月号まで私服を肥やせ。子供たちを連載、リードコミック、パチンカーワールド、ヤングチャンピオンなどでも連載を持つ。1989年3月、日本デザイン専門学校を卒業。東中野のアパートを契約して独立する。同年五月には、初の単行本となる、神のが、 高段社より観光される。この頃、聖人堂でアルバイトをしていた妹の牧が、聖人堂の長い活一に単行本を紹介したことがきっかけとなり、憧れの雑誌であったガロで1989年8月号から1992年2.3月がペ号まで、毎月作を発表する。また、ガロを通じて、漫画家の友沢みみ代や、右はパンと交流を持っていた。 1990年8月、聖人堂より2冊目の断行本、嘆きの天使が刊行される。この頃、劇団健康を主催するケラリーノ・サンドロビッチから、漫画家3名の原作による、オムニバス儀曲、愛都市の脚本来を受け喚起する。上演後、演劇専門誌、演劇ブック1991年4月号の特集記事中で、主催のケラは、リアルサと、 冷たさがいいと評価した。同年には、石丸元昭のラジオ番組、未来派、ラジオ電波デリック、CBC ラジオに出演し、自作の漫画を朗読する。1991年、竹中直人監督の、無能の人やテレビ神奈川の、ファンキートマト91内の根本隆による、レギュラーコーナー、世紀末特殊漫画教室に出演。バラエティ番組、天才、 たけしの元気が出るテレビ。日本テレビにも全く笑わない女性として出演したことがある。メディア露出が増える、一方、無気力になり、秋頃、青林堂に原稿を持ってきた際に、同社に勤める妹のマに漫画を描く気力がないと漏らす。また、頻繁にメモをつける、話の途中に突然立ち去ると、気候が目立つようになる。七月の日記には、 友人も恋人も親も兄弟もいらない。天外孤独でいいとある。1991年6月の日記に、漫画は自由に描けるエロ本屋があるに描く。整形はバイトで立てる。とあるように、10以上の面接で落とされた結果、91年7月頃から、飯田橋の喫茶店、白百合で漫画家出ることを隠して、アルバイトをしていたが、 注文を覚えられないなどの理由から解雇された。解雇通告後の1992年2月25日、長かった髪を自分でばっさり切り、何日も着替えていない服のまま、アルバイト先の最寄り駅である、飯田橋駅付近で、放心状態で長時間佇んでいるところを、麹町警察署保護された。連絡を受けた妹の高市真紀が迎えに、 行きアパートに連れて帰るが、異常を感じた牧は実家に連絡。その日のうちに両親が実家に連れて帰るが、翌日には東中野のアパートに出戻り、解雇された飯田橋の喫茶店で、なんとかもう一度雇ってほしいと懇願し、タイムカードを押して、働こうとするが制止される。それでも店を離れようとしなかった。2月28日夕刻工事町警察署より、 高市俊が明らかに再度連絡が入る。書によると、解雇通告後も従業員待合室に座っているので、すぐ引き取りに来てほしいとのことであった。両親が白百合に着いた時、マスクをして厚手のコートを着た彼女が一番奥の客席に小さくなって座っており、か細い声で父親に、みんなが私をいじめるの、と漏らす。父親は、 彼女が着用していたマスクについて、より目になって、口がつき出る、精神分裂病の症状、犬顔を隠すためではないかと述べている。両親は彼女を実家に連れて帰るが、翌29日朝、台所で尿失禁した上、シャワーを浴びた後に屋内を裸で走り回るなど、錯乱状態になり、救急病院で応急処置を受ける。この時、小学校の教師である母親の書棚から、 いじめや投稿拒否に関する本を取り出して床に投げ出しながらお前はこういう本を読んで子供をいじめているんだろうこういう本が児童をダメにしてるんじゃお前には主体性がないのか自分の考えというものがないのかお前が一番いじめをやっていると激しくなじる4月18日付の日記には気違いになったふりすれば追い出されてアパートに帰れると思ったでも そのことは、もう私にはどうでもいいことだった。そんな風に考えたってことは、私が、きちがいになったってことだからとある。しかし、錯乱した彼女は、むしろ子供のような笑顔を父親に対して見せていたと、言う。また、入院前後の彼女は、より目の状態になっており、これは、彼女の少女時代の特技でもあったことから、父親は後に、あの時由美は、 無邪気で、天真爛漫だった子供の頃に帰って、陽気にはしゃいでいたようにも思える。しかし、無論その時は、そんな余裕は、全くなかったと回想している。3月3日、3時間余りかけて、魂のあそこを制作。作品は、夢と希望は子供を惑わすハメルンの笛吹きいつも、裏切られてもうやえ、でも歩いて行けば幸福がつかまるかも私ってなんて。 甘いんだろうと結ばれている。翌3月4日、精神分裂病の診断により桜が丘、記念病院に入院。入院中は徐々に回復の兆しを見せ、漫画が描けるほどに回復する。3月27日付の日記には、漫画家、山田花子は、蝉の抜け殻詩人、鈴木春代として、再出発するとある。3月30日には、 妹のマキと共同で、アーメンソーメンレイソーメンを、鈴木春夜の名義で制作する。入院中に制作した、異作、四つ用のクローバーは、くしくも、デビュー作、忘れ物と同じテーマを扱っていた。5月3日付の日記には、退院したらバイト見つけて独立する。合間縫って、漫画制作するとの記述がある。しかし、退院前日の5月22日付の日記に、 召されたい理由と題したメモを書き残す。数年間にわたって書き続けてきたノート20冊分に及ぶ日記の本体部分は、この日をもって終わっている。1992年5月23日、桜川丘記念病院を退院。翌24日、夕刻、日野市百草のモグザ団地11階から、同心自殺。彼女の死を報じる新聞記事には、 多摩市内の無職英子さんとだけ記されていた。墓所は、第二南摩霊園。彼女の死後、ガロ1992年8月号にて、緊急追悼特集が組まれた。根本隆を筆頭に、恵比寿義一、内田春菊、花輪一、丸尾末広、井口慎吾、安彦まりえ、右はパン、友沢みみよ、原ま美、大宮一、赤田雄一、ケラ、 マディウエハラ、ジーコウチヤマ、石川二郎、湯村照彦、テルヒコ、竹中直人、高市修明、高市優子、手塚ノリコラが追悼の言葉を寄せ、漫画界以外でも彼女の死を言ったんだ。筋肉少女隊の大月健二、電気グルーブの石野卓球、玉野智久俊明と、石川浩二、チェッカーズの竹内徹など彼女が傾倒していた、数多くのミュージシャンが追悼を寄稿した。 彼女が敬意を抱いていたと言われる、特島漫画家の根本隆は、ガロ1992年10月号の特集、特島漫画博覧会にて恐れ山へ出向き、いた子の口寄せを行った。高齢した彼女は、私は仕事のことだけが原因であんなことをしたんです。立派なお葬式も挙げてもらって、誰も恨んではないからね。分かったでしょと話す。この様子は、青林堂から発売されていた。 ビデオ、因果境界線にも収録されている。進行があった俳優で演出家のジーコ内山は、1992年に、追悼芝居、魂のあそこ、主演、サブリナブルネーを上演。2002年には、彼女の漫画を原作にした同名の自主映画、魂のあそこを、構え10年の歳月をかけ制作している。この映画には、芸人の鳥肌身と、前衛芸術家の率、 島優子が主演で参加しており、全国70カ所以上で上映された。1993年刊行の完全自殺マニュアル、鶴見渡る著、大田出版の、等身自殺の項目では、彼女の晩年から自死に至るまでが取り上げられている。生前は、メモまであったと言われ、残した日記やメモの多くは没後刊行された、自殺直前日記、大田出版及び作品集。 魂の、あそこ、成人工芸者にまとめられており、彼女が、どのような葛藤の末、飛び降り自殺をするに至ったかを知ることができる。中でも1996年刊行の、自殺直前日記は、ベストセラーとなり、各方面から大きな反響を呼ぶなど、漫画家、山田花子の名前が広く知られるきっかけとなった。本書は、視聴や編集による、鹿版、山田花子日記を、 大田出版が再編集したもので、1998年には、同社より、自殺直前日記完全版として、再刊行され、2014年には、鉄人社より復元版となる、自殺直前日記改めが、赤田祐一の責任編集で再出版された。スターシステムを採用しており、大月玉美、河合桃子、中村ひよこ、山本陽子、栗山正恵。 ヤギま彦といった定番のキャラクターが登場する。仲良し時代の作品は、友達のいない子の人付き合いや、人と話したりするときの悩みや苦しみなど、不器用な人生を送っている人たちを滑稽に描いた、不条理四コマ漫画がほとんどで、日記漫画と自称したこれらの漫画群は、漫画家養成専門学校の講師から、山もなければ落ちもないと評価されていた。なお、この時代の作品は、 かつて聖林堂から限定販売された作品集、魂のあそこに収録されている。仲良し時代は、丸っこい古典的ギャグ漫画調の画風だが、神の悪ふざけなどでは荒々しくぎくしゃくした線に変化しており、作品の内容もより深く人間の業や闇を掘り返すような方向に進むだ。根本隆は、山田花子は、実は、絵が非常にうまく、 どんな絵でも描けると評価している。しかし表面的な絵柄の歪雑さやストーリー展開の不条理さなどから作品の進化を理解できないものも多かったと見られ、漫画家として順風満帆の歩みだったとは言い難い部分もある。山田花子が一貫して描き続けた共通のテーマは人間のエゴイズムと不器用な人間が抱えている闇や苦しみであった。1982年、 昭和57年、1983年、昭和58年、1984年から1986年、昭和59年、昭和61年、1987年、昭和62年、1988年、昭和63年、1989年、昭和64年、平成元年、1990年、 平成2年、1991年、平成3年、1992年、平成4年、山田花子は妹の高市真紀と音楽活動も行っていた。彼女が残した音源は1996年に青林堂から限定販売された作品集、魂のあそこに付属の CD として収録されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。